生まれて30秒で最初に聞いた言葉は、それ覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないっていうか、そりゃ身は変わっていますので、その辺でも評価。携帯のアンテナを光らせて、それが超キュートなあの頃だって知ってたり、っていうかアンテナって何って言ってるよな。逆にでも私のとこが好き、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。だからそれ可愛い、あれ可愛いなんて、誰可愛い、それ可愛いなんて言わないで、私以外なんてやだ、なんてありえない。一日何十秒褒められたまかお菓子はちょっと甘くなるって前聞いたような。さすがにそれなんか変だけど、私は言われたいタイプでして、お待ちしてます。何してもどんな顔見せててもいつも超キュートだって確信してるのは、なんだかさタイプの運命の。逆にでもそれより楽しいよ、私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が何年経ってもそう思えるように、私はそれに気づいた。それ可愛い、あれ可愛いよって本当に可愛いって言って、可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が何年経ってもそう思えるように、私はそれに気づいた。ところに気づいてる。な君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。何見てる私が一番可愛いの、もうそれに気づいた。それかわいい、あれかわいいなんて、かわいい、それかわいいなんて言わないで、私以外なんてやだ、ありえない。